かわいいものです。ギアゴ真実をぶちかえます。はい、ということですね。今日も SSR セルディフェンスの時間やってまいりました。こちら SSR セルディフェンス代表かわいいものです。全水州空手道県政会館館長でもあります。武道と護身双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね。はい、今日も始まりました。ね、護身のプロということですね。護身術の動画を公開しております。皆様よろしくお願いします。はい、今ですね、リアル護身のぶちかます T シャツ出てます。ね、うちの娘さんが担当です。そして、こちらも稲川モンド T シャツ。声の声のうざいのうざいな。はい、こちらも出てます。よろしくお願いします。はい、あとテロップいきます。ドン。はい、こちらのですね、今、各種護身術講座 DVD 出ております。そして、総合護身セラピスト講座、こちらのもやっております。そしてですね、企業案件、そしてスポンサー、ね、それから護身具の販売の方もね、考えておりますので、こちらの協力してくださる方、推進アンダーバー、RYU、頭ギャフトンとシオトンと JP、こちらまでよろしくお願いします。はい、あとですね、寄付のですね、サポートローも受け付けておりますので、ぜひとも協力のよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日のトピックなんですが、ね、これまた事件発生しました。ね、初めの方にも動画の方を公開したんですけども、こちらですね。はい、後ろ走っていた車の運転手に対し、激高し詰め寄る男。妨害運転の被害者。普通じゃなかったので僕らとしては、なんで行動されたのかわかんなくて、本当になんでっていう気持ちが一番だったんだよ。妨害運転の疑いで逮捕されたのは、住所不定、自称、会社員、容疑者。はい、58歳。警察によると、容疑者は去年12月福岡市博多区の軽自動車を運転中に急ブレーキをかけたり蛇行運転をするなどして後ろを走っていた車の通行を妨害した疑いが持たれています。容疑者なめとんのか、あけれ車を蹴るような仕草で相手を威嚇しています。妨害運転の被害者、身の危険を感じましたね。あれだけの行動されると何をするかわからない。酔っ払っているのかな。調べに対し容疑者は相手の車の前にブレーキを踏んだだけ、ハンドルがブレただけ、などと容疑を一部否認しているということです。はい、ということですね。まあ、このような煽り運転の事件が発生して、まあ、このような妨害運転ですね。妨害運転の事件が発生してですね。そしてですね、これまあ動画の方に顔が映ったと。ね、舐めとのか、あきれっていうね、このような事件が発生しました。はい、これで皆さんこれ見たときにどう思ったでしょうか。ね、まあ、コメントのを見ると、YouTube でも出てますからね。見るとですね、皆さんが、これ、なんちゅう集大さらしてんねんとかね。このおっさん大丈夫かとかね。小物感があっていいよねって。蹴ろうとしてると全然当たってないよねとかね。ただ実は自分が怖いんじゃないかとか、まあ、いろんな意見がありました。ね。結構ね、皆さん見られてる視聴回数も多かったと思います。はい。で、これなんですけど、まずですね、護身術のプロ。これ私から見させていただくとですね、私が思うのは、なぜこの男性、まあ、男性って言って、まあ、男性って言います。私、容疑者の名前も出してないですよね。これ理由があるんですよ。で、この容疑者、男性ですね。この58歳の男性がなんで怒ってるのかなっていうところに、まず、焦点が行きました。はい。多分一般のど素人の方だと、ただ単にこの男何怒ってんだよとか、そういうところにしか多分目線がいかないと思います。ど素人だとね。だけど私たち護身のプロ、まあ元ボディーガードの私ね、元ボディーガードの私から言わせていただくとですね、これは何かあったんじゃねえかなというところに、まず焦点が行きます。人間っていうのは、まあ、通り魔とかね、わけのわからないやつは別です。精神的におかしいやつもいます。もちろんいるんです。いいですか。被害妄想みたいなやつもいます。なんだけど、基本的なほとんど起こっている事件とかっていうのは何らかの原因があります。原因がないと、そういった事件っていうのは起きないです。いいですか。これ 100% です。いいですね。なので、私がこれ見たときに何かあったんじゃないかなっていうのはまず思いました。うん。だから怒ったんじゃないかなっていうところに行くんですね。でですね、これはですね、まあ、よくあると思うんですけど、煽り運転って後ろから煽るやつじゃないですか。ね。で、例えば前の方でやっても、まあ煽り運転とは言うんだけど、前でいろいろごちゃごちゃやってもね、
まあ、妨害運転とは言うけど、煽り運転っていう言い方もあるんですけど、まあ、妨害運転になってますよね。これっていうのはですね、基本的に、加害者の方、まあ、前でいろいろやる、ごちゃごちゃやる、後ろから煽るっていうのがあるんですけど、被害者の方にも問題がある場合っていうのは、これは多々あります。いいですか。加害者だけじゃなくて、被害者の方にも問題がある場合があります。でもちろん今回の事件を見てみても、まあ、この男が降りてきてバーってやりました。まあ妨害じゃないですか。だって他の方は迷惑かかってるから、結局は止めちゃってるわけでしょう。ダメじゃないですか、やったらそんなことは。だからそれも絶対良くないし、バーッと来て威嚇する行為っていうのはもう完全に中に乗ってる方、運転手の方がどうか分かんないけど、中に他の方は多分女性だったのかな、乗ってて、何も多分罪のない方とかが、やっぱりびっくりしちゃう場合もありますよね。怖がっちゃう場合もあるじゃないですか。だから降りてきてあんなことやるっていうのはもうそもそもダメなんですよ。ね。まあ、わからないけど、今の時点ではね。わからないからそういう言い方してるんですよ。なんですけど、だからそう考えてみると、なんかあったんじゃねえかなっていうことですね。加害者も被害者も、お互いにも双方問題があるっていうことは、これは多々あります。煽り運転っていうのはそうです。例えば、車運転してました。後ろから煽られちゃってます。っていうのは、煽られてしまう行為を被害者がやってることが多々あります。いいですか。これはまあ他の記事でもよく載ってたりするんですけど、煽り運転後進行動 DVD って私出してますね。でそちらの方もまあ見ていただいても分かるんですけど、煽り運転をされてる人にも問題があることが多いです。いいですね。だから、予防する、いわゆる誤信的なことを考えると、普段の運転も考えなきゃいけないっていうことですね。例えばゆっくり行ってたりすると、後ろの人って怒ったりするわけでしょ。かなりゆっくり行ってる、後ろの人のことを考えずにそういった運転をしてると、煽れますわね。そら当たり前なんですよ、煽られるのは。そういう場合で、だからそういうのもありの、例えばパーッとこう行きますよね、走ってて後ろの人のこと考えずにいきなり例えばね、方向転換して、右の車線来ました、でぶつかりそうになりましたって、後ろの人怒ります、煽ります。でこれ前の人も悪いわけでしょう、完全に。だからそういうことじゃないですか。だからそういうことを考えると、加害者も被害者も問題があるってことはほとんどなんですね。だから今回の動画を見たときに、ものすごい剣幕で起こってるから、これってもしかしたら煽り運転をこうや、まあ、妨害運転されてる前の映像を見たら、その原因ってわかんじゃねえかなっていうのは思いました。はい。これはですね、実際にコメントのを見ていただいても、まあほとんどの方っていうのは、このおっさん何やってんねんとか、バカじゃねえのかっていうのが多いんですけど、私みたいな考え方を持ってる方って結構実はいて、このようなコメントがあります。ちょっと紹介していきたいと思います。はい。これより前、お互いがどんな運転していたのかわからないから、なんとも言えないけど、煽るふりだけで、実際に蹴ってないあたり、まだ理性があるなと思いました。ね。これは、もちろん加害男性のこともちょっと言ってるんだけど、被害男性のことも言ってますよね。いくら煽り運転でも、撮影者は全く罪にならないし、プライバシーや挑発行為にならないのは不思議。被害者面してるやつも、進路塞がれてからわざと勢いよく車間詰めたりしてるし、事前にも何かやってんだろうなって思っちゃうよね。何もしてないならこんなに怒らないでしょう。煽って怒らせて、それを撮影して僕たち被害者なんですって遊びしようぜってことをしてる可能性は十分あります。最初から何があったのか詳しい報道もせずに、一部だけを切り取って顔を晒すとは、こんなふざけたメディアはあるのか。正直切れてる方にも切れる理由があるわけだよ。今の時代、言ったもん負けの時代になりました。このおっさんよりも、言われてる人の運転がどんなんやったかが一番知りたいわ。被害者面してるやつがマジ多いから、なんでこんなことが起きたのか、過程が知りたい。そしてその下ですね。ほんとそれ。だと思う。判断するには一方的すぎる。偶正論で草。なんでされたかわからないって発言が物語ってる。笑い。ついでにコメント欄で偽善コメントしてるのも、自称安全運転の煽られ運転マンなんだろうなぁと思う。相変わらずメディアは一部だけ切り取って報道するよね。まあ最後停車して降りてきたりしたら、そちらの方が悪くなるのは確かだけど、とか切れさせて撮影したもん勝ちとかね。これまあ決定的やと思うんですけど、これおっちゃんを怒らせるように投稿者が巧妙に煽ってると思いますよ。ということで、38秒地点ですね。これちょっと見ていただきたいと思いますね。ワゴン R の後ろにつく、かっここれも回避する気はなく続けようとしている。それから、ワゴン R の意味不明ブレーキにより、車間距離が縮まる。ここまではまだわかるんだけど、その直後の撮影者側の加速も意味不明。本当に危険から回避したいなら、車間距離取るでしょう。まあ、回避したいなら意味不明ですが、続けたいとか、アホを煽って面白く興奮する様子を動画に収めたいという意図なら、なるほどと思える。この意味不明な加速からの急ブレーキにより、危ない危機一髪って感じを演出しているように見える。
ある程度集中していたらこれくらいのやばかった感を演出するブレーキ調整もできるし、運転スキルある人なら38秒の違和感がわかると思います。スマホで動画も簡単に撮れるし、アホを煽って録画して拡散して自分は身の危険を感じましたと、ある意味楽しんでいるようにも見える。本当に怖かったら相手の顔を正面から撮り続けられないと思うんですよ。若い男性、しかも二人組だし、あんなおっちゃんに心底ビビることはない。おっちゃんに車傷つけられて録画しているから責任追及はできる。そこまでわかってるよね。もちろん、ワゴン R おじさんは問題。だけど、撮影者側が本気で問題を回避しようとしていたのかはわからない。まあ、誤審のことですね。回避ってのは。誤審しているかどうかはわからない。美味しい絵を得るために怒らせるように仕向けたんではないかな。はい。というところですよね。そしてしっくりこないところがあります。回避しようとしてないよなとか。車線変えずに車間距離空けて本当に危険なら同乗者の人に通報してもらえばよかったのに、なぜわざわざ車線を変えて急加速しているんだろうか。同意ですね。明らかに不自然。バズらせるようにネタ取るために面白がって怒らせるようなことやってそう。わかります。明らかに怒らせてますよねとか、動画が不自然に切り取られてるのも違和感ですね。はい、っていうことがありますね。はい、なんかちょっとね、このね、動画のところを見ていただいたら分かると思いますね。ちょっと行きましょう。ドン。はい。まあ、これような形ですよね。うん。で、これちょっとね、見ていただいたら分かると思うんですけど、確かに、この、加害者、まあ、加害者、妨害者ですね。妨害者が、右の車線に行ったじゃないですか。右の車線に行って、わーって行ったところを、真ん前に、まあ、左車線走ってますよね。右の車線に行ってバーって行ってるじゃないですか。普通だったらこの加害者、まあ、妨害者の車を行かせちゃうと思うんですよ。で、ここのずっと左車線にとどまってればいいと思うんです。これ私でもそうなんですけど、もしなんか変な、なんていうか、あの遅いやつとかわけのわかんないとか、まあいろいろいると思うんですけど、私はまあそもそも遅く行くから早くは行かないから、まああれなんですけど、基本はやはり左車線なんですよ。だから変なやつがいようがなんだろうが、右車線に行ってわーって行ったらもうそのまま行かせちゃうと思うんですね。だけどこれを見てると38秒時点で左の車線に維持していればいいものを右の車線に行ってますよね。右の車線に行ってそこから急加速してるっていうちょっと映像が出てると思います。はい、ですよね。だからこれを考えるに、あの回避しているというか、ついていってるようには見えてます。まあ、これの、あの、詳細は定かではないです。定かではないんですけど、私が言いたいのは、あの、やっぱり煽り運転、妨害運転というものは、加害者、妨害者というものに、双方に非があるということが私は多々あると思います。いいですか。で、やはり煽り運転にせよ、妨害運転にせよ、事前に察知をして回避をすることって可能なんです。いいですか。ただ、こちらのことを言ってるだけです。いいですね。ですから、誤審ということを考えたときになるべく危険な人物だとか、そういったものは近寄らない。そして、どんなに遅くても後ろから煽ったりだとかっていうこともしない。ということは鉄則だと思います。はい、これは私は皆さん言ってるだけであって、今回の撮影者の方とかはこれには言ってないです。いいですか。それだけ言わせてください。はい、皆様どう思ったでしょうか。今回はこういった判断となりました。皆様ですね、またこちらの誤審数よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。リアル誤審数、ぶちかます。